フライビーはエクセター国際空港に本社を置くイギリスの航空会社であった。2007年に BA コネクトの路線の大部分を吸収してからはヨーロッパで最大の路線数を持つ地域航空会社の一つでイギリス国内線では e g j e t や Lion Air などの格安航空会社を抑えて最大シェア、ロンドン発着以外の路線ではその半分以上を運行していた。 料金設定は LCC に近いが、各種機内サービスを提供している。2010年12月より、ロンドン証券取引所への上場を果たしている。2020年3月4日を最後に、すべての便の運航を停止し、破産を申請した。1979年11月1日に、ジャージーヨーロピアンエアウェイズとして、イントラエアウェイズの航路を引き継いで運航を開始。 1983年にウォーカースティールの参加に入り、1985年には同グループ市会社のチャーター航空会社スペースグランド、アビエーションと合併。2000年6月にブリティッシュ・オーロピアン・エアウェイズと改名、2002年7月18日より現在の社名になった。2006年11月3日にブリティッシュ・エアウェイズから、 BA コネクトのロンドンシティ空港発着路線以外の路線を引き継ぐことを発表2007年3月に譲渡が完了したロンドンシティ空港発着の q BA コネクト路線は現在 BA シティフライヤーが運行している2011年フィンランド航空と共同でフィンランドのフィンコム航空の株式を取得同社をフライビーフィンランドと改名し 共同会社として運航開始。2012年、フィンランド航空より、フィニッシュエアクラフト、メンテナンス株を取得。この株式売却で、フライビーノルディック航空の株式保有比率は、フライビー60%、フィンランド航空40%となった。2012年10月から、フィンランド航空より、機材の移管を受け、フライビーが、 フィンランド航空の一部路線を運行していたが、2015年に、保有株式を、フィンエアに売却。現在は、ノルディックリージョナルエアラインズとして運行されている。2013年2月には、ライアンエアーとの共同事業として、フライビーアイルランドを設立すると発表。ライアンエアーによるエアリンガスの買収が条件で、エアバス A320 で、欧州路線を運行する計画であった。 ライアンエアは以前よりエアリンガス買収に動いていたが、欧州委員会より提示されている条件をクリアするべく、フライビーとの新会社設立に動いたとされる。同年2月12日、ライアンエアのエアリンガス買収提案は、欧州委員会 EC から拒否される見込みと発表。ライアンエアは競争法に基づいて提案したにもかかわらず、 EC の決定は法に基づいていないとして、弁護士に対して EC の決定について裁判所に提訴するよう要求した。最終的には、ライアンエアーがエアリンガス株式をインターナショナルエアラインズグループに売却したため、フライビーアイルランドの計画も立ち消えとなっている。2019年、イギリスの欧州連合離脱問題や燃料飛行等を受けて、 フライビーの経営が悪化。バージンアトランティック航空やアイルランドのストバルト、アビエーションなどが出資するコネクトエアウェイズがフライビーを買収し、2020年からバージンコネクトにリブランドすることが発表された。しかしながら、その後も経営状態が改善せず2020年1月、株主による資金注入を条件にイギリス政府が 運行継続のために支援を行うことを検討することで合意した。フライビーのイギリス国内旅客シェアは26%に達し、また航空券販売時に代理徴収した飛行旅客税など政府への税金債務が1億ポンドを超えているといった事情もあり、イギリス政府としては事業の継続を望ましいものと考えていた。このため一時期は、 政府の所有化に置く案なども検討されたが、同業他社からは公的支援への批判が強く、またフライビーのビジネスモデル自体がすでに破綻しているとの指摘も見られた。こうした中、新型コロナウイルスの流行による事業環境の悪化のため、当初想定の救済パッケージでの事業継続は困難との観測が流れ、3月5日に破産を申請し、 すべての運行を停止すると発表した。フライビーでハボレンドダッシ -84002020 年3月現在、フライビーの機材は以下の通りである。2006年から2010年まで、サウサンプトン FC のメインスポンサーとなり、ユニフォーム胸部に flybe.com のロゴが入っていた。AB、A 政府、地域航空フライビーに救済策運行維持を優先。 日本経済新聞電子版。https www. 日経 .com アーティクル約すむぞ 54399500v 0視 20hf0002020、AH、年2月1日閲覧コラプストフライビーテルズパッセンジャーズノット2トラベル2エアポーツ BBC ニュース2020年3月5日 アドバイスツ u k コンシューマーズフォローイングフライビーエンタリングアドミニストレーションか、4マーチ2020ザボードオブフライビーグループリーチズ a, g, r, e, e, m, e, n, t, w, i, t, h, r, y, a, n, n, i, r, t, o, c, r, e, a, t, e, f, l, y, b, e, i, r, e, l, n, n, d, i, n, t, h, e, v, e, n, t, o, f, a, s, u, c, c, e, s, s, f, u, l, b, i, t b, y, r, y, a, n, n, i, r, f, o, r, a, e, r, l, i, n, g, u, s, f, l, y, b, e.com2013 年2月6日 フライビートライアンエア条件付きでアイルランドに新会社設立へフライチーム2019年11月30日閲覧フライビーバージンコネクトにリブランドトライシー2019年11月30日閲覧フライビーガバメントストライクスエディールズレスキュートラブルドエアライン BBC ニュース、https コロンスラッシュスラッシュ www.bbc.com スラッシュニューススラッシュ BUSINESS-511138958 とジャック。サイモン、ガバメントコンシダーズオーナーシップステークインフライビー。 b b c ニュース、h t t p s コロンススララッッシシュュ w w w b b c c o m スススラッシュュニーラッシュ b u s i n e s s 5 1 4 5 3 1 9 6 2 0 2 0年2月11日閲覧。ジャック、サイモン、フライビー、コロナウイルスプッシュズエアラインツーブリンクオブコラプス。 b b c ニュース、h t t p s w w w b b c c o m n e w s b u s i n e s 5 1 7 3 3 4 0 5 2 0 2 0年3月4日閲覧アルフレッド・チュア・ビリーガード・フライビー・シース・オペレーションズフライトグローバル https://www.flightglobal.com エアラインズ ビリーガードフライビーシースオペレーションズ137,095アーティクルハット A の航空会社が破産申請。感染拡大による利用客源がお打ちに。 nhk,https, コロンスラッシュスラッシュ w w w 3 n h k o r j p スラッシュニューススラッシュ html スラッシュ20200306スラッシュアンプスラッシュ k10012316171000.html ハットジンフォサーチリザルツサマリーシビルアビエーションオーソリティ2020年1月16日閲覧 ありがとうございます。